これは放課後、下校の時間が来るまでに健太くんと勇者と共にさらわれた姫を救う物語。舞台となるのは人と動物が仲良く暮らす光の国。そこで日々修行に励む見習い騎士勇者ライト。ある日彼のもとに突然空から女の子が。なんとライトが受け止めたのは光の国のお姫様レイ姫でした。修行の旅に出てからも姫と手紙でやり取りしていたある日、その手紙がぱったりと途絶えてしまいます。ライトはすぐにピンときました。姫と王国がピンチだと。王国は大量の魔物たちで大混乱。駆けつけたライト、しかし邪悪な魔王を前にやられてしまいます。それでも諦めない勇者ライト、姫を取り戻すため新たな冒険が始まります。旅立ちの街で情報収集、共に戦う仲間たちも登場。魔界の大木イビルウッドが待つ迷いの森を果たして突破できるのでしょうか。忍びの術を授けてくれる忍者の里、恐ろしい魔女が待ち受ける魔女の館、冒険の舞台は空の上まで。誰もが幼い頃に思い描いた手作りの壮大な物語が君を待っている。手作りノートアドベンチャー RPG タイムライトの伝説、2022年3月10日発売。さあ冒険の時間だ。